興味買い取りましょう。誰？死神です。家を追い出されて歌うたいの忍と一緒に暮らす鹿太郎。やりたいこともなくて忍の歌だけを聴いて過ごす毎日。別にいつ死んでも構わないって思ってたけど、突然の事故で死ぬとなるとやっぱり死にたくない。僕な、忍の歌好きや。死にかけの主人公と少し間抜けな死神が織りなすメルヘンハードな走馬灯、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。